でしょ昨日のね、うんうん、実は親はトンビちゃうかと僕だんだん思ってきまして、はいはい、思ってきました多分ねもうトンビでしょもうねもうトンビやもうトンビですトンビは思いますせやから僕トンビが鷹を打った曲を歌いたいと思いますなるほどなるほど何ですか歌わせていただきますかちなみにねあの昨日来られてない方もね、はい、さっき説明しておきますと、はい、昨日はうるさいあうるさいうるさいめちゃくちゃ怒ってるじゃんか。あ、ごめん、ボケーでごめんな。カオスですよ、カオス。ボケーでごめんな。うっさ、アホ。アホ、アホ言うてごめんな。アホ言うてごめんな。アホ、アホとボケー、あのな。あ、ごめん、ごめん、言うてごめんな。悪すぎません。あんな。はい、もう昨日ラップやったけども。はい、そうですね。ま、それはまた本当に置いとくわ。今日はちょっとまた、初心に帰って。はい、なるほど。演歌。演歌。歌わせてみよう。ね。今日また演歌を歌わせてみよう。富田鷹を生んだ歌。どうぞ。博士が歌います。どうぞ。ちゃんと手拍子してや。はい。皆さんも手拍子ね。お願いしますね。えらいスローテンポ。さあ、一人、こんな海の母が上京してきた、トビが鷹を打った歌。トビが鷹の子を打ったよね。今やな方が身に染みる。騎士勲章が見せたいばかり会いに来たぞやくだんざかありがとうございますあの辺の50代のおっさんにめっちゃ響いとったでしょ立ち上がりましたよこれ本気でこの後僕はねこの球場の中で歌わせていただこうと思ってますあ、そうなんですか僕はもうちょっとね5分ぐらいの力ですわもうこれ本気で歌いますからグラウンドでのちゃんと手拍子よろしくお願いしますよ 100% ね歌いますけど演歌とかラップとかこれだけちゃいますから僕踊ろうことは踊ったりできますね踊ることもできるなんでもできるなんでもそれは言い過ぎでしょもうラップだけはちょっと苦手やったかもしれない踊るとかできるそうでもじゃないですか自分ら散々喋ってるんだけど踊ったりできるのいや僕らは全然踊りの経験ないですよ踊れそうにないな踊れる踊れますか踊れそうにないなほんまやな分かったほんならちょっと踊りあれや踊りを教えたるわどうでしょ踊り教えたるわ自分ら踊れるようにしたるわ自分ら踊った前説で、はい、前説でしゃべらんと踊ってあまあ確かにねちょっとまあ踊れるっていうのも一つの武器ですから OK ほんならちょっと振りだけ教えたるからあじゃあお願いしますいくでほんならこれだけやったら踊れるように踊ってるように見えるからあなるほどなるほどこんな展開ありなどうでもいいよそうそうほら踊れるなんてええやん踊りよな足ほんなんとりあえずさえグーパーグーパーやってみグーパーグーおーえ踊ってるみたい踊ってるみたい、はい、そうですかグーパーグーパーしながら手骨の前で合掌合掌合掌して右左右と左はい右左あそうそうグーパーしながら右と左右と左おできたあまあ、なんとなく、はい、これごめんっていう意味やからなあ謝罪の意味です謝罪踊りながら謝る自分が謝っとかなあそうですかほんとはごめんしながら逃げるから、はい、行くであでも行かない行くで行くででも行かない行くで行かないでも行かないなるほどなるほどこうやってみやってみ行くで行かないでも行かない行くで皆さんもねよかったら行くでいや皆さんええねんあいいですか僕らだけですか自分らだけが何言ってんねん前説のネタこっちが考えとんねん何が皆さんも一緒に煽らんことやるなちょっと怖いよ煽っててごめんなあいや分かりましたはい、こうな行くかまで行かない、はいはいはい、よかった行くと見せかけていいかできたあそれはできたほんなら、ねはい、足クロスしてぐるっと一周やってみこうクロス、ね、足クロスしてぐるっと OK コード反対毎回コードが絡みますねこれお前こういった映画なそんなんは考えろお前あすいません犬か君らはすいません博士めちゃくちゃ怖いよ考えたら分かるやろ厳しい足クロスしてターンクロスしてもう一回コード逆わかったほんなら最初から行くで足グーパーグーパーから行くぞ足グーパーグーパー覚えてるよな、はいはい、手合掌はいごめん行くでそれをね続けて言うとこうなんだよワンツースリーフォーファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、覚えた覚えましたけど覚えましたこれなんですの、博士え、君らが謝るときにやるダンスわかりましたこれやってて、これを今からどうするんですか、僕たちがえ、曲に合わせてやんねんであ、そうなんですか、ここでえ、踊らないとあった方がいいやろ今からやるんですか今からやるんですかこれもう完全に踊るんちゃうかいう顔してるやんいや、まあ、やりますけどやらんかったらそんなもん松竹のお前舞台出せへんで頼んでお前頼んでお願いしますよっしゃほなまあ要所になったら僕がちょっと間入ってるからなはいすいません助けてくださいちゃんとできる覚えてるな覚えてるな一応覚えてますマイクそばに置いてマイク置いたいですねマイク横っちょに置いてこの辺置いてもらいますねはいそれでは兄ちゃんが踊りますダンスミュージックスタート
ろいって僕が言ったからそこで入んねんぞ。手合唱でグーパーグーパーやぞ。スイングフォーハイ、そう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 、いくぞ、見せかけていかない、はい、ぐるっと回って、はい、ぐるっと回って、続けて続けて、なんですのこれ、茶番や茶番、茶番やこんなもん、ええとこ取ってただけや、なんや博士ほんまに、ありがとう、今度これ僕とブル君とベルちゃんとやるから、クリですね、ええよ、ジョブラもうええわ、もうこれはもういいんですか、ブル君とベルちゃんとやるから、意外と踊れないことが、その方が見栄えええやろ、裸に汗かいただけだ、ありがとうありがとう、これ使ってもええけどな、はいはい、使ってもええけど、今日もういいから、ありがとう、もういいです、クリですね、僕もちょっと喋るの必要になってきた、はい、もういい、すいません、もうええわ、じゃあはいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、ブル、あ、ブル、あれブル、あ、ちょっと待てよ、パパお姉さん、昨日に引き続き、はい、皆様こんにちは、はい、よろしくお願いします、本日はね、暑い中も、あ、ごめんなさいね、博士喋るの奪っちゃって、すいません、ちゃうね、行き上がってちょっとね、あの横からゴーヤーっていう声も聞こえてましたけどね、なんか、さて皆様、今日は夏休みということでお子様連れのお客さんにもたくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。改めましてオリックスバファローズです、よろしくお願いします。ちょっと知らない方もいらっしゃるかもしれない、昨日からねこちらのお姉さんが一緒に、そうなんですよ、ちょっと今日、はい、イベントの司会進行を務めさせていただきます、はい、原田由紀と申します、どうぞよろしくお願いします、原田由紀さんです、はい、ちょっと皆さん覚えにくい名前ですけどよろしくお願いします、覚えにくいですかね、覚えやすい、もう超スタンダードな名前なんですけどね、はい、よろしくお願いします、お願いします、で、お隣いるのはもちろん人気のブル君、そしてベルちゃんです、昨日流れから人気のブル君ってごっつ嫌味に聞こえへん、いやいや違いますよ、大人気、もうねワンピースに迫る勢いですからね今ね、やっていやってね、クールジャパンですわ、クールジャパン、はい、いやもうね昨日あんまりね、はい、みんながいじめるからブル君がすごいもうすねてた、原田さん誰がいじめてたんですよ、いじめてた、誰もいじめてませんよ、違いますよ、もう愛情、はい、愛情でねやるんですけど、さあそんなね今大人気のこのブルベルちゃんなんですけど、はいはい、皆さん知ってます、明日はこの大人気のブルベルちゃんのイベントが開催されるんですよ、イエーイ、何やってくれんの、ベルちゃん何やってくれんの、なベルちゃん何やってくれんの、なごめんごめん、大丈夫、美味しすぎたわ、大丈夫、カニカニ、今度ほんならといで骨折させてあるから、嘘嘘嘘嘘、大丈夫、はい、ブルちゃんにあげてもらうか、はい、なんとイベントがある、そうなんですよ、はい、でね、あの明日8月4日の木曜日なんですけども、ブルベルイベントと題しまして、大人気のブルちゃん、あ、ブル君ベルちゃんと一緒に写真撮影があったり、あとね試合の終了後にはグラウンドでお子さん限定なんですけど100人集めてだるまさんが転んだをやろうかなと思ってます、やばいね、100人の子供何しようか分からへんで、あの今からでも参加できます、明日先着順で100名の、4歳以上中学生以下のお子さんには、参加していただけますので、中学生、中学生以下なんで、はい、いけますかね、いけるんか、 OK、 OK ですね、あの子、はい、いけるわって今ちょっと自覚したんですけど、 あの子だけいけないことにしていいですか分からんけど明日来てくれる、来てよそこはさ、今日は自分で何歳か分かってないよ多分分かってないよ、まあはい、ということなんで、楽しみですね、明日はねぜひこのブルベルイベントも楽しんでいただきたいと思うんですが、はい、ところでブル君ベルちゃんはだるまさんが転んだはやったことありますか、はい、あ、あるんや、どこでやった、ほんま、へえ、じゃあちょっとなんかね、ほんまかっていう声も上がってたんで、はい、ちょっと見本見してもらいましょうか、見本ね、見本いける、まず僕ちなみにだるまさんが転んだのルールわからんのですよ、はい、あの坊さんがへよこいたやつ知ってるんですけど古い古い古い、え、どういうこと、どうかな、集まってるお友達はみんな知ってる、だるまさんが転んだ知ってる人、あ、知ってる、知らんか、逆に知らないっていう人、だるまさんが転んだ知らないよっていう人います、いやまあ最近ね DS でしか遊んでませんからね、まあ、3DS ですね、今ね 3D ね、3DS、 そうそうそう、もう時代は前へ出てますよ、
3DS でだるまさんが今度やってますから。じゃあね、あの簡単に説明しましょう。だるまさんが転んだは、だるまさんが転んだと言った瞬間に古くん振り返ってもらいます。で、振り返ってその瞬間動いてた人はアウトになりますが、だるまさんが転んだと言ってる間にブル君の元へダッシュ、転んだで見つからないように近づいていってもらうのがルール。簡単ですよね。わかったかな、まあ、ちょっとやってみようか。じゃあベルちゃんがお子さん役ということでいけますか。はい、じゃあやってみましょう。いきますよ。これはそしたらここになっているとオニですね。オニさんです ね、 ですね。今回はブル君がオニさん役で登場してくれています。自分なんかなんかのキャストの役の時オニの役できて、妻入っててよかったな。オニの役回ってきたテレビ出れるぞ。ドリフ、ドリフ、いいかのドリフ。さあ、それでは参りましょうか。いきますよ。オッケー。だるまさんが転んだ。おー、うまい。またこのポーズがかわいい。後ろから見てもかわいい。僕には気を失ってるようにしか見えない。いやいや、そんなことない。じゃあもう一回いきましょうか。はい。だるまさんが転んだ。おー、うまいですね。全然動かない。ベルちゃんすごいね。ブル君がコメントしないのが面白いですね。でこれだから、はい、いまいちちょっと疑問なのは、動いたのを見つけたらブル君はどうやって捕まえに行くんやろうっていうのもね、ちょっと疑問なんですけど。何ですか、自分で言うといて。ねえ、まあ、その辺は明日なんか明らかになるんじゃないかな。整理しときましょう。整理しときましょう。思いますんで、はい、ぜひね、明日、開催されます8月4日木曜日はブルベルイベントの方にもぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、さあ、ということでもうね、たくさんの皆さんに今日お集まりいただいております。そしてお待ちかねですよね、カメラを構えた皆さんもたくさんいらっしゃっていただいてますけれども、ここで素敵なダンスで皆さんにはお楽しみいただきたいと思います。ここからは球団公式チアチームのビーチドリームズのダンスで楽しんでください。皆さんも一緒に拍手とかね、手拍子、そして踊ったりしちゃってもいいかもしれませんね。それでは参りましょう。ミュージックスタート。